なんか僕の大好きな揉め事が勃発してるみたいで、なんかショーフィットネスいるじゃないですか。まあ、ごちゃんのスレッドで見たんだけども、なんかプチ炎上みたいのしてるみたいで、で、ショーフィットネスのそのエバーリフトあるじゃないですか、九州の。で、なんかファンが、エバーリフトに行って、翔さんいますかみたいな感じで、で見学って形で店に入ったんだけども、受付の人にそのいませんでしたって言われたんだけども、その後にすぐそのショーが出てきて、で、なんかそのことについて怒って、後からメールで店になんかクレームが来たみたいな感じで、で、なんかツイッターではなんか割とそのショーに対しての、この批判があって、なんかそのわざわざその文章を晒すなとかあるんだけど、その見学しに来てくれてんだから、そこからその入会につながる可能性はあるんだからとか、いろいろ言われてるんだけども、まあ、この結果的にはこれ、千葉から行ってるみたい。千葉からそのファン、カップルで、その男の方がファンで、ショーのファンで、福岡に行って、わざわざ行ってって感じなんで、まあ、そこから入会につながることはないし、文面を見てるとね、まあ、いろいろ千葉からそちらの住民みたいなの、あんなど田舎まで会いに行ったんですよ、みたいなこと書いてあるんだけども、まず千葉と福岡比べて、まあ、福岡のちょっと外れなんですけども、エバリフトはその博多からその10キロぐらいか。だから東京で言うと、東京駅からその足立区ぐらいの距離はあるんだけども、まあ、でもその外れなんだけども、まあ、そんなにまあ電車で行ける距離だし、千葉県民に言われてもな、イメージからすると、その千葉より、そんな変わんないでしょうにっていうね。人口で言えば、まあ、福岡150万人か。で、その千葉市が100万人ぐらいで、まあ、人口で比べても、都会かその田舎っていうのに比べてもね。でも、まあ、ロードサイド店舗、エバリストのロードサイド店舗だし、その千葉のイメージって、なんかやっぱりその郊外で、その繁華街とか、そのビジネス街とかのイメージはないし、まあ、そんな行くこと自体がないし、行こうと思うこと自体が、もうび、あの、あれ、あの、開幕張りに、行くぐらいですよね。幕張メッセってなんかイベントがあって行くぐらいで、開幕張りもそんな都会ってほどのもんでもないし、で、千葉駅なんて、行くこともな、その辺、その周辺って行くこともないし、行く機会もないし、だから千葉のイメージ、まあ、福岡の方が都会っていう感じのイメージではあるんだよね、その繁華街というか、まあ、魅力的なイメージだよね、福岡の方が。そのぐらいしか、まあ、行く機会ないしね、千葉なんてね。まあ、あれか、まあ、ディズニーランドか。まあ、ディズニーランドは、まあ、京葉線乗って、そのでっかい耳つけた集団が、まあ、うるせえ集団が、舞浜に降りるぐらいで、田舎もん扱いするほどの、その千葉にその優越性はないなとは思うんだけども。で、エバリフトはそのビジター料金2000円だし、税込みで2000円なんで、割とその良心的な方ですよね。金金ジムは、3200円ぐらい取られたから、二郎4杯分ですよね。まあ、2000円って聞いて、まあ、適正な感じじゃないですか、感覚として。まあ、その二郎2杯分だし、この違いは大きいですよね。ラーメン2杯分とラーメン4杯分の違いは。で、なんか、金金をなんか引き合いに出して、金金に会った時は、あんたと違って丁寧に対応してくれ。まあ、キャラ設定だからね、そういう金金の。そりゃ邪気にはできないだろうっていう感じで。まあ、とにかく、せっかく地方から行ったんだから、2000円ぐらい払って、まあ、トレーニングしていけよとは思うんだけどね。そこケチってどうすんだよっていうね。せっかく良心的なその金額にしてあるんだから。で、僕はこの手紙っていうか、メールを晒すこと自体は別にそのおかしいとは思わないですよね。もう返信がいりませんとか書いてる時点で、もうその反論を受け付けないっていう態度なんで、その時点でもう人格を放棄しちゃってるので、もうそんなやつの、メールなんて別に晒していいと思うし、まあ、今後こういう人が出てくる、その牽制する意味もあるので、例えばそのプロ野球選手とかだったら、まあ、普段からその年間シートとか、その球場にその足運んだりして結構なお金落としてるから、それはまあ、その選手はまあサイン求められたらその対応したり、そういうことはまあすべきだとは思うんだけど、別に YouTuber ですね、動画をまあ普段作って見せて、で、それで別にお金を取ってるわけ、直接的に取ってるわけじゃないわけで、だからそういう、なんか何もお金を落としない人に対して、なんか、
見返りとして なんか対応すべきとは思わないし、でこれ武田鉄矢が、まあ、武田鉄矢もあれか、九州大事だよね。で武田鉄矢が言ってたけども、やっぱりあのサイン求められたらその断るらしいんですよ、武田鉄矢は。それはそのあなたは僕のこと知ってるかもしれないけども、僕はあなたのことを知りませんってことで、知らないからサインする義務はありませんってことで、でそのまあ理屈はまあごもっともじゃないですか。だから女の子が求めてきたらやるらしいんだけども、それはまあ本人が、まあ武田鉄矢自身がまあ嬉しいからやるみたいで、やる、あ、嬉しいっていうそのメリットがあるからやるわけで、うん、で基本的にはその断るらしいんですけども、それはやっぱりごもっともですよね。うん、で YouTuber で普段から動画を見せて、でその知識を情報をまあ与えて、でその一人のそのなんだ主張で、まあ、広告料の入るのは 0.1 円以下なんで、そう考えるとその見てる人 そのメリットの方がまあ大きいですよね。なのにその応援してあげてるとか、応援してことあげてる人がいることに感謝しなさいとか言って書いてあるんだけども、でこれ僕にもつながるんだけども、まあ便宜上というか体のいい言葉として、まあ頑張ってくださいとか応援してますとか書くのは別にいいんだけども、まあその座りがいいからそれはいいんだけども、それをまあ書かれたからって、頑張ってくださいとか書かれたからって、本人としては別にそれで別にモチベーションは上がることはないし、そんなことでその恩を着せられてもとは思うし、あのこれ試合は別ですよ、試合を、俺の試合をそのわざわざその見に来てくれる人で、そのパワーの大会ってその会場自体が割とその閑散としてるので、試合に来てくれるだけで結構大会の盛り上がりに貢献してくれてるので、それはありがたいんですよ。で自分としてはメリットはあるので、その応援は別に自分の力になるので、それはいいんですよ、その試合見に来てくれる人は。でそれとは別で、なんか普段の動画のコメント欄で頑張ってくださいって応援してます、なんかたまにその登録しましたみたいな感じで、登録しましたのでとか言ってコメントで書いてくれる人いるんだけど、それ別に俺あの動画の最後とかにそのチャンネル登録お願いしますとか言わないじゃないですか。あのね、チャンネル登録ってそんなに別に僕からするとそんなにありがたいってものでもないので、見たければ見るし、見ない人は見ないし、あのそれでだって見たいから見るわけじゃないですか、動画って。でその登録してあげましたよみたいなニュアンスで来ても、うん、自分としては別に、うん、登録してくれてありがとうございましたっていうのを待ってる感じで、うん、してあげま、登録しましたのでみたいな感じでたまに込めてくるんだけど、それはどうなのかなと、うん、動画を作ってる人に対してなんかリスペクトとかなさすぎだし、まあ動画作ってる人が上下で言うのもあれだけども、でも前もなんかそのパワーバランス公式、やっぱり相手に対してその求めてる強さが強い方がパワーバランスの中では弱者というか、うん、でそうなると別に動画作ってる方からすると、その一人がその見てくれてることで別にメリットってその、まあ、何円1円にも満たないので、それに対してやっぱり見てる人はやっぱり面白かったり、そのためになるから見てるわけじゃないですか。でそう考えるとやっぱり立場としてはやっぱり物作ってる方人の方がまあ俺は上だとは思うんだよね、うん、はっきり言って、うん、だからそのなんだその感謝頑張ってくださいとか言う人よりももう普通になんか素直にシンプルに動画を面白がってくれてる人の方が僕はありがたいし、頑張ってくださいって別に俺自分のために頑張ってるだけ、自分のために頑張ってるのとその面白がってくれる人がいるから作ってるのとその両方なんだけども、うん、応援されてるから別に頑張ってるわけではないので少なくとも、うん、でなんか僕 その自分なんかの動画を見てそれをきっかけにまあ別にあのファンというかその見るようになって登録してくれた人もどうせちょっとだなんかその気に食わない動画があれば、まあ、すぐ嫌いになるし、あのすぐ好きになる人ってすぐ嫌いになるので、うん、だから別にそんなにねあの信用してないというか登録してくれてる人もそれよりもねなんか自分としてはねなんかね登録するのはちょっと尺に触るから登録したくないけどもまあ面白いからその見ちゃう
いくつも見ちゃうっていう感じの、そういう感じの人が増えるのが、まあ、自分としての理想というか、だから別に登録はね、別にしてくれなくてもね、正直ね、大丈夫です。うん。一応6000、自分の登録数って6000だけども、これもう3年以上やってる6000なんで、最初の方の人、数千人、もう最初の3、もうね、4000人ぐらいはね、多分もう見てないというか、古いアカウントで、登録してただけなんで、今実際ね、リアルで動画出すたびに見てくれてる人っていうのは、まあ、1000人、2000人ぐらいかなとは思ってるんですよね。うん。まあ、そんぐらいで別にいいと思うので、うん。最終的にまあ、1万から3万ぐらいの間、そのぐらい登録数 がいれば、なんか形として、なんか YouTuber って言えるじゃないですか。まあ、形としては、うん、かっこいいので、うん。ただ別に、うん、登録してくれなくてもいいですね。動画見てくれれば。で、しかもその、ショーフィットネスみたいに、あそこまで言う、チャンネル登録数増えて有名になると、まあ、ほとんどタレントみたいなもんなんで、で、タレントに対して、その、お金を払わずになんか対応してくれっていうのは、やっぱりその、厚かましいと思うし、で、あの人はもう経営者なんで、もう忙しい立場なんで、それどころじゃないっていうね、資金繰りとか、もう経営もその全然あんまりうまくいかなく、その火の車っちょというか、その大変なのかもしれないし、経営が。うん、なので、まあ、せっかく、まあ、行く機会あれば、まあ、その、ちゃんと、その、ビジターで入ってください。うん。まあ、俺別に、消費って好きでも嫌いでもないんだけども、うん、なんか見ててなんかね、自分は大丈夫ですよ。その、街で会ったりしても全然声かけていただいて大丈夫だし、握手でも何でもしますし、普通に会話もしますし、議論もしますし、うん、スポカン来てくれれば別に、ゴートレってわけじゃないけども、なんか、スポッターぐらいはやりますし、うん、トレの話もしますし、自分ぐらい暇人なら別にいいんだけども、くらい有名な人にね、ただで何かをしてくれって頼むのはやっぱり、ね、失礼だと思いますよ、うん。料金も別に高くないんだしね、2000円だしね。ただあれなんか、その、月額の料金、あれなんか女性は6000円ぐらい取るんだし、男性8500円で女性6000円か。うん、女の人はもっと安くても、まあ、その半分ぐらいでもいいと思う、3000円ぐらいでもいいと思うんだけどね、ビッグ3とか型のジムなんで、これもっと安くてもいいですよね、うん、まあそんな感じでちょっと話もどちらかっちゃいましたけど、でも、文章を読んでると、クレーマーって、まあ俺が言うのもなんだけど、クレーマーって鬱陶しいですよね、これは。うん。